エミリンエミリンエミリン,エミリン,エ,ミリンエミリンチャンネルさあ始まりょこんにちはエミリンことまずめですというわけでシュッよし <laughs> 食べること揺れたケンタッキー食べまーすうわーい今日なんですけれどもゴールデンウィーク初日ですどこを初日撮るかよくわかんないけどとりあえず今日の日付は5月3日です 今回はオリジナルチキン2個と白ごま黒ごま和風チキンみたいなやつ1つとクリスピーチキン頼みましたイエーイであとポテトですねでこの期間限定のやつめっちゃ美味しそうなんだけどとりあえずさあの今日はみんなのお悩みを一緒に解決したり共感したりとか5月病なんとかしようぜっていう動画なんですけれどもとりあえず先に最優先でご飯食べるとこからスタートしますね皮が減っては戦ができないということでえポテトうまそうとりあえずポテトをつまみ食いしちゃおういただきます うん、うわー美味しそう。オリジナルキンせーの、ドドドン。<laughs> いただきます。うんまっ。今日のケンタッキーより出来立てに近い感じがする。ケンタッキー食べるときは動画撮るようにしてるから、結構久しぶりじゃない。 ケンタッキーって美味しくないこんな美味しいのケンタッキー私食べるたびにこのリアクションしてる気がするうめぇやっぱりねちょっと5月とか5月病なんていう言葉があるぐらい疲れてる時じゃないですか人間心が そうういい時はオイルを投入すすることとがすごい大事だと思ってて揚げ物のことねお肌がさ乾燥してさちょっと揺らぎ肌だなーみたいな敏感肌だなーみたいな感じになってる時って美容オイルを入れたりとかすると思うんですけれどもそれと一緒で美容オイルを外側から塗るだけじゃなくって内側からオイルを入れていくっていうのがすごい大事になってくるんですねやっぱりこれ今回の期間限定のやつ。めっちゃごま油の匂いするでなんかカリッカリリ じゃ、これ借りて言うと思う。うまあ。ケンタッキーでこの度すごくない。なんかウーバーよ。うん、うんい。なんとなくベースはケンタッキーのオリジナルチキン。のような感じの醤油みたいな味です。しょう、うん、醤油ごま油みたいな。このザク雑ザ貨クもすごくいい。あの和物ってすごいな。 クリスピ,ースピーのこのカリカリ感おいしいよねうん 5月1日に朝起きて「あ今日休みだ」と思って起きてこの先の予定を見たんですよ5月1日休みっていうのは分かってたんだけど5月7日まで何でも予定がないことが分かってやばくない <laughs> なんかもうびっくりしちゃって「私1週間暇なんだ」っていう急いで予定入れたよね気づけば韓国行く飛行機とか取ってたよね ゴールデンウィークってさ人多いしさどこ行って何するにもやっぱちょっと高いんだよねでもさこのままさ1週間の休みを本当に休みにしてしまったらさ8日から10日頃にかけて悩みそうだなと思ってゴールデンウィークのみんなの楽しそうな SNS とかを一人でまともに向き合う自信ないなと思ってとりあえず予定入れたよねなんだこの美味しい食べ物は何の情報もないまま、まあ、ずっと動画進んでるよね 5月病疲れそう他かの動画とかでも言ったことあると思うんですけれども私ね二十歳から活動を始めまして形は違えと芸人という形で表に出る活動を始めまして10年も活動をしていると皆さんから来る手紙やメッセージの傾向がありがたいことに分かってきまして。 でその私の独断と偏見による皆さんの状況分析によると毎年5月と9月はやっぱすごい皆さんやみやすかったりとかお悩みメールとかお悩み DM とかお悩みお手紙みたいなのがたくさん届くんですよ5月は分かりやすく5月病って言葉もあるぐらいやっぱゴールデンウィーク明けてさ4月新学期で結構頑張って気合張ってたけど一回休むことによってまた慣れない環境に戻るのかしんどいよっていうしんどさで9月は多分夏休みという長い長期の休みを経て秋のさセンタル メンチのなんか夏が終わっちゃう寂しさも相まって皆さん悩みやすい時期だと思うんですけれども悩みすぎちゃって私に「死にたいです」とか。 視察したいですみたいなそういうちょっとヘビーなお悩みも来やすい時期なのでこの時期にねちょっとよくエール動画みたいなの残ったりとかしてるんですけれども今回はインスタで皆さんのお悩みを募集したのでちょっとでも解決に導いたりとか一緒に共感してわかるっていう時間を過ごすことによって少しでも皆さんの5月病を和らげ私の5月病も一緒にもみほぐしていこうという動画でございます。 ごめんねケンタッキー美味しすぎて無ちで食べちゃってここまでただのケンタッキー動画になっちゃったごめんなさいとりあえずもうちょっとケンタッキー食べきっちゃうわもうケンタッキー食べながらお悩み相談しようと思ったんだけどよく考えたらケンタッキーって両手で食べるものだし両手が汚れるものじゃんできないよねそれでスマホを見ながらさみんなでやつめるとか無理だったわごめんなさい フ <laughs> というわけでねとりあえずインスタで皆さんのお悩みを募集させていただいたところピピタピとりあえずもう本当にめっちゃたくさん来たなんか本当にやっぱさ私がさ自分で勝手に唱えてるさ5月9月は皆さん元気をなくしやすい時季節っていうのはやっぱりそうだなって改めて思いましたというわけでサクサク読んでいきます大学の同級生かからら嫌われれててており自分が入っいいいないグループラインとかも作られています悲しいね わかるよなんかそのさバレないようにやってほしいよねせめて <laughs> なんか浮気と一緒でさバレなかったらさこっちは幸圧に済むから傷つかなくていいのにさそんななんかのけものみたいなことするんだったらせめてバレないようにやってほしいよねそういう問題じゃないかで,でもなんか思っちゃう客観的な相談として見るとそんなん関わらなくていいよとか直接言っちゃえばとか思うんだけど自分の機会って考えたらでも言えないよねそういう時ってなんかただただちょっと悲しい気持ちになってズーンみたいなあ 私言ってってもらえななないいんだみたいななんかこれが勘違いで本当は全然嫌われてなくてたまたまその時のなんか一緒にいなかったタイミングだったからその時いたメンバーで作っちゃっただけで「ごめんね」って入れてくれるような感じの友達の転職感なんだったら「冗談っぽく」とかもいやいや「私も入れてよ」とか言えばいいと思うけど、まあ、一応本人の文章で自分が嫌われてるっていう風に書いてあるからだとしたら全然無理に関わりに行く必要はないと思う。 絶対好かれる自分のこと好きになってくれる人もいるし絶対自分のことを嫌いっていう人もいるし自分に対して無関心っていう人がほとんどだよみたいなよく言う言葉があるじゃないですかそれで言うなら本当に多分そのグループなんてもう本当にちっぽけなグループだと思うので無理にそこのグループに自分が入りたい入りたいってあんま別に無理にいかなくてもいいんじゃないかなっていう。 無理に距離を送っても言わないけどそういう感じなんだと思ってあんま期待せずに程よい距離感で少し距離を置いて関わると意外と楽になったりとかするので <laughs> やっぱそう院舎出身だからってさこういう経験も自分もあるからさすごい回答が現実的でしょなんかまだ結婚したてなのに親戚から「子供は結婚式は?」とか聞かれて「だるいほっといてくれ」おせっ で聞かなくてもいいことを聞いてくる人とか言わなくてもいいことをわざわざ相手に伝えてくる人ってどこにでも存在しますよね。私も本当にめっちゃあるよ結婚はまだとか 子供欲しいいんだだってそ、ね、そろそろだよみたいな年齢制限もあるんだから、そろそろ考えないと、もう30でしょな ?30 なんだからみたいな。めっちゃ言われることあるから、すごいこれもわかるんですけれども。でもなんか別に、まあしらうでもいいけど、普通に自分が思ってることを言ってもいいかもね。いや、まだ結婚したてだから全然ですよ。みたいな。自分たちのペースで行きます。みたいな感じで、なんか明るく返しちゃってもいいかもね。でもさ、こっち系の質問ってさ、本当に相手に全く悪気がない場合があるから難しいよね。親戚のおばちゃんとかだったら特に自分の方 が人生経験も豊富だからなんならアドバイスしてあげてるのぐらいの感覚の人が多いように感じるからでもさこういう話をすると結構友達とかから「え私そういう話しちゃってたかもごめんね」みたいな感じで言われることたまにあるんだけどそういう「ごめんね」みたいな意識持ってる人は全然ね違うのよなんかこれはあるよねだって同じように「結婚は?」みたいな話をしてるとしても悪気があって「 結婚しないわみたいなその言い方ってこっちもまあ30年生きてるからなんとなく分かってくるじゃないですか嫌な言い方と普通に本当に友達として「ちなみに結婚願もあるの?」みたいな感じで聞いてくる人って全然その温度感とか言い方とか表情とかもう全部違うからそこはねちゃんとね私も多分この方もきっと分けて考えることができてると思うのでそこは安心してほしいなって思いますだから視聴者の方とかもねこういう質問しちゃったことあるからエミリンやってお前来たらごめんみたいな感じで言ってくださる方とかいるんですけど超いい子まず それに気づけて客観的に自分見れてる時点で多分あなたの言い方は嫌な感じは伝わってきてないから大丈夫ですよっていうことをお伝えしておきますね次いきます えー、子育ての壁にぶち当たり中最近いつも寝る前に泣いている結構ねこのやっぱ子育て系とか新米ママさんで子供さんとの向き合い方が難しいみたいなのも結構多くてこれに関してはやっぱり私はまだ経験していないことだから下手なこと言えないし本当に頑張ってくださいもう心の底から応援していますっていうことしか言えないんですけれども、まあ、強いて何か言葉を残すとしたら最近いつも寝る前に泣いてるってすごいと思うんですよ。涙が出るぐらい本当に お子さんのこととか子育てのことについて真剣に考えてて向き合ってるからこそ自分の感情が揺れて涙が出るわけじゃないですかだからこれって裏を返せば毎日涙が出るぐらいちゃんと向き合って自分を追い込んで頑張ってるっていう証拠だと思うのでもちろん頑張りすぎは良くないと思うんですけれどもまずはこのなんかいつもいつも寝る前に泣いちゃうぐらいちゃんと向き合えてるんだなとかちゃんと頑張れてるんだなってことめっちゃ褒めてあげてほしいです私は個人的に人間がそんだけ涙出るってことはそんだけちゃんと頑張れて向き合えて,るってこと だと思うので頑張ってくださいファイトですですも頑張りすぎないでくださいね。痩せなきゃやばいのに食べる幸せの方が大きすぎて痩せられない夏服入らない。わかるこれはもうわかるわかるみたいなこれはもうわかるだから一緒に頑張ろうって感じ。ファイ 長女なんですけれども妹の方が何もかも優先されていて辛いです両親も末っ子なので分かってくれませんこれあるらしいですね私も末っ子だからお姉ちゃんがそういう思いしたことはあるのかなっていう感じなんですけれども結構 兄弟トークになるとお姉ちゃん側の人は絶対末っ子に甘いみたいなよく聞くからやっぱそれは実際あるのかもしれないね特別扱いしてるつもりなくても下の子の方がまあ物理的に年齢が下だからまだまだ子供だしっていうのよりちょっとなんかよくも悪くも子供扱いしてもらえるみたいなでもこれってさそう言って解決することじゃないからさ難しいね確かに両親はきっとそんなつもりないからそんなことないよって言うんだろうしでも妹に甘いじゃんとか絶対あるよねわかるわかるわかる でも大人になった時にためになると思うよって、末っ子の私が言ってもさ、説得力があんまりにもないよな。<laughs> だからなんか私が謝ればごめんね。 っとしてて今謝罪ささせてくださいきっと本当に多分ご両親も特別扱いとかしていないと思うんですまれにいる毒親の方を除いてそんな方はきっとないと思うんですけれども長女の方にそう思わせるような言動、ね、発言そしてその気持ちが理解できないというこの現象についての末っ子代表として謝罪させていただきます申し訳ございませんこれでなんとか <laughs> これでなんとかちょっとなんかねあのまあ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 そこまで言うならという気持ちになってもらえたら幸いです 生活リズム狂って深夜鬱になるから考えすぎずに安眠できる方法を聞きたいこれは私経験あるのでもうめちゃくちゃもう本当に皆さんにぜひやっていただきたいんですけれども結局深夜眠れないのって私の場合は体が疲れてなく いいとかずっとスマホ見てて脳がずっとブルーライトで覚醒してるとか安眠の条件を満たしていないってことが多かったのでもう夜クタクタになっても「はあおやすみ!」ってぐらいまで昼間活動的にちょっと運動してみるとか今さネットで調べたらさ安眠に入るため色いろいろあるじゃんもうスマホ何時以降見ないとか湯船にしっかり浸かるとかもうそっち系のなんか安眠対策みたいなのを全部やってみていただきたいですね。 意外と本当に結構解消されることが多いのでもう眠くなるまでもう疲れるまで早く寝たいってぐらいまで何かちょっと運動とかやってみるっていうのとその安眠対策をもう全部やってみるっていうのはすごいおすすめですゴールデンウィークみんな彼氏と旅行行ってるストーリーでやみそうです羨ましいわかるこれ本当にわかる <laughs> 本当にわかるのでもね大丈夫安心してゴールデンウィーク彼氏と旅行に行っているあの子もこの子もこうやってお悩み募集したら何かしらの悩みが来てるから大丈夫 羨ましいなと思ってる人にも絶対悩みはあるし、逆にそんな私のことを羨ましいって思ってる人も世の中のどこかにはいらっしゃるかもしれないので、これはもうなんか食物連鎖みたいな感じで一生交わらない。なんかこういうぐる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 みたいなものが動いているので、多分みんな彼氏と旅行行ってていいなって思ってるし、多分羨ましいの連鎖だと思いますよ。そしてこの気持ちね。いいな。羨ましいっていう気持ちも,もみんな持ってるので安心して人を羨み。み 特にね、妬んじゃったりとか嫉妬しちゃったりとかする、そんな自分も人間なんだなと思って認めて許してあげて、自分のことを肯定してあげてください。これでね、あの少し気持ち荒くなったかと思われます。お大事に。 仕事から帰ってきて毎日リビングで寝てしまうお風呂にすらたどり着けないかなりの確率で朝風呂いやこういうことですよもうこの方は多分深夜病む暇もないぐらい多分毎日くたくたで帰ってきて疲れたって寝てるからこれぐらい疲れたら深夜うつになって病むこともないのでご安心くださいで,でも朝風呂でも良くないですかでもお風呂入った方が疲れは取れるもんね仕事から帰ってきてリビングに行かずにその足でお風呂に入るっていうのはマイルールにするのはどうでしょうか なんかカードゲームみたいだけど帰宅後一度お風呂を必ず通らないとリビングには入れないみたいな制約を作りましょう自分に彼氏過去1年と話す話題がなくてデートがほぼ無言気分屋で話せるときと使用対応のときの差が激しいでも彼氏過去1年だから1年お付き合いできているのでそれでいいんだと思いますよ 多分だけど、彼氏さんがわからしたら、それでも1年間一緒に入れてるってことは、喋らなくてもあなたとの居心地がいいなっていう風に感じているから、一緒にいるんだと思うので、なんかもちろんその寂しいとか、話せないっていう気持ちも分かるけど、一旦本当に話すことが正解なんだっけって考えてみてもいいかもしれないですね。で、なんか、この人は多分こういう気分屋で、 あんま話さなくても楽しいとか居心地いいなって多分思ってくれてるんだろうなーって思うことによりあなたもその無言の時間を楽しんじゃうそういう風に持っていくのもいいかもしれませんね あちなみにさっきあのゴールデンウィークのね、彼氏とのストーリー羨ましいって言ってたあなた、こういうお悩みもたくさん来ています。彼氏とのお悩みも私のちにたくさん来ているので、逆に言うともうこの彼氏とのお悩みを抱えてる方からしたら、ゴールデンウィーク自分のお家でゆっくりインスタとか SNS を楽しんでるあなたが羨ましいって思ってる方もいらっしゃるかもしれないので、これはもう本当にお悩み食物レーザーと私は呼んでるんですけれども、みんながね、ぐる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 回ってるから、マジで安心してね、これだけは本当に言っておくね。お気に入りのポーチなくしました。これ めっちゃもう嫌だねこれめっちゃ嫌だねもうめちゃくちゃもうこの一部のさシンプルな文章だけどお気に入りのものをなくすっていうのは本当に悲しいことですよねわかりますで私もポーチ大好きだからさ自分のお気に入りのポーチがなくなっちゃったりとか壊れちゃったりとか汚れちゃったりとかした時め <laughs> めっちゃテンション下がるもんでしかもやっぱお気に入りのものだからさ長年使ってるものとかだからさもう手に入んなかったりとかするのよだからすごいこの方の気持ちとてもわかります <laughs> 次のお気に入りのポーチに出会えるまで雑貨屋さん巡りの旅に出かけるのはどうでしょうかこれでゴールデンウィークの予定も一つできてハッピーですね <laughs> 彼氏の脇がどうやって指摘しますか こういういの結構多かった。足が臭いとか脇がとかそういうちょっと触れにくい問題を抱えてる彼氏とか友達とかに対してどういう風に言うかみたいなの結構多かったのでこれまとめて回答させていただきたいんですけれども。これ私一番いいのは、 一旦自分に置き例えばいい脇がとかだったら私結構脇汗とか汗の匂いとか気になるんでこういうの使ってるんですけどこれめっちゃいいんですよ。匂い全然気にならなくなるしおすすめだからちょっとあの共有させてくださいめっちゃいいアイテムだから共有させてみたいな感じでめっちゃ自分のおすすめとして使ってみてほしいみたいな感じで言うとかが意外と。 言いいいいやすいししも傷つかないなって思いました脇が臭いとか足が臭いとかって結構人類みんな持ってる共通の悩みってことが多いと思うんだけれども自分で気づいてなかったりとかそこまでケアしてないっていうことが多いと思うので「もう自分も使ってますよ」みたいな「脇が臭いとか足が臭いとか全然恥ずかしいことじゃないですよ私も臭いです」みたいなのを最初に言って「大丈夫ですよ仲間ですよ」っていうことを。 全面的に敵に伝えたあ敵って言っちゃった敵に伝えた上で仲間ですよ仲間ですよっていう感じで取り込んでいくっていうのが結局最もいいのかなって感じます味方だよって一緒だよって寄り添ってあげることが大事ですね5歳のめっ子に接するように「エミちゃんもさこういうのさすごいさ悩んでるんだよねゆっちゃんはどうかな?」みたいなこのスタンスが大事なのかなって思いますはいはってるのかなこれ次いきます うまくいいかないことばかりで自分が嫌になりりまます。すエミリンはししんどい時どいうしてますかとりあえず何も考えずに寝るっていうのが一番でそれでも無理モヤモヤするってなったら本当に一回 SNS を閉じる勇気のいる行動だけれども本当に効くので、見ないが大事。他の動画でも言ったけど、まあ、自分がうまくいかないって思ってる時に SNS 見ちゃったら SNS 上の人間はうまくいってるように見えるからもっと自分が嫌っていうのが加速しちゃう可能性がすごい高まるので勇気を持って SNS は見ないあとはまあ 現実逃避ですか、ね、もう漫画にもストーリーに没頭するとか一人カラオケに行ってもう自分の世界で熱唱するとか人と関わらなくても熱中できるネットフリックスのなんかカンドラめっちゃ長いやつめっちゃ見るとか何でもいいんですけれどもそう一回現実世界から上手に切り離す環境に自分を意図的に置くっていうのがすごく大事かなと思います自分のご機嫌自分で取れるようになった方が絶対楽だからこういううまくいかない自分嫌だってなってる時こそあじゃあこういう時の自分の気持ちをどうやったら持っていけるんだろうっていうのをちょっと客観的に考えていろいろ実験 してみたらちょっと気持ち楽になったのってこういう時だっていう感覚を覚えといたら今後応用できるので逆にこの今うまくいかない一番が嫌だっていうこの感情の時しかその実験はできないからラッキーと思って気持ちの整え方とか直し方探せると思ってポジティブに動いたらいいと思いますイエイこの世のご飯が美味しすぎる本当にわかるうちら悪くない食べてる側のうちらが悪いんじゃなくて美味しすぎる側のご飯が悪いからもうこれは本当にここ,こ,こだよねご飯めめめめよ 次行こう結婚するまでは幸せだったのに結婚してからなんんでここの人とと結婚したんだろううっって思うことばっか。インスタのストーリーだけだとその方の奥側までは見えてこないから下手なことは言えないんですけれどもマリッジブルー的な言葉があるように結婚して急に我に返ってあれ本当にこの人で良よかったのかなみたいなモードに自分が入っちゃってるだけなのかこの方と結婚するべきじゃなかったって思うような何かがあったのか。 ちょっと結婚の感覚が私の中にまだない感情だからめっちゃ難しいんですけれどもでも意外と結婚される方ってあ結婚ってこんなもんなんだって思ったとか結婚ってものにすごい幻想を抱いてたけど、まあ、意外と普通だよみたいなこと私の周りの結婚した友達とかは言ってることが多いから「お超夫婦仲いい」とかすっごい。 こいいいいい幸せ選ばれるみたなな夫婦もも一定数いることは間違いないんですけれども多分それは多数派じゃなくてそちら側が少数派で意外と多数派はまあまあまあ結婚ってこんなもんだよねとか普通に私の友達とかも妥協して結婚したって言ってる子とかもいるし別に結婚した時結婚したわけじゃなくて他に目的があってまあ子供が欲しかったとか生きていく上でパートナーが欲しかったとか違う目的があってそこのなんか利害が一致したから結婚したみたいな感じとかいろんな結婚があるからさもしかしたら意外と結婚ってもうこんな 感じでいいんだっていう風に落とし込んだらちょっと気持ちが楽かもしれませんね。と言いつつもやっぱインスタだからわかんないから本当にいや絶対すぐに離婚した方がいいよってぐらいのことを旦那さんにされたりとか言われたりとかしてるとかだったら違う決断にしてほしいしそこはちょっと一回考えてみてくださいアニメののグッズででで給料全部飛んで自分の美容代に回せないですどうしたらいいですか いいいんじゃなでですかそそれはそれは自分のお金をどこに使ったら幸福度が上がって自分が楽しい人生を送れるかっていうのは本当人それぞれだと思うので、まあ、この方はそのアニメのグッズで給料全部飛んじゃうぐらいアニメのグッズを買うことが多分好きで楽しいと思ってるわけだから全然美容代に使えてないわとかもっとこっちにもお金使いたいけどと思ってたとしても結果的に。 幸せなら別にその生き方もその生き方として全然ありだと思うんですけれども私がもともとか2.5次元のお宅をさやりすぎちゃったんだけどすっごい楽しく推し活してたっていう経験があるから結構私はさお推しは推せる時に推せ精神大事だなと思ってるし応援してる時間が楽しい って思うから、まあ、年齢とかにもよるかもしれないけど、今はちょっと一回そっちを楽しみ切ってみようかなっていうマインドでも、全然いい気はします。まあ、あと、美容代にどうしても回したいって思うんだったら、アニメに結びつける。 とかかですかね例えばなんかアニメの声優さんのイベント行く予定をあえて作ってあじゃあこの時までに声優さんにもし客席とか回って自分を見られた時に可愛いと思ってもらえるように頑張ろうとか推しに可愛いと思ってもらえるようにもうちょっと頑張ろうとかなんかその自分の好きな方に美容代を出すっていう理由を上手に持ってこれたら楽しくアニメグッズを買うように化粧品とかも買えるんじゃないでしょうか。あらさ 人生を決めきれない。迷っている間に年を重ねちゃって焦るけどもうわからん。私の YouTube 同世代の方が見てくださってることが多いから30歳になったけど年齢だけ重ねてどうしようとかそういう件も多かったのでとりあえずこの方の場合は迷ってる 間に年重ねちゃってって言ってるから多分選択肢はあるはずなんですよこういう人生もいいなこういう人生もいいなみたいな選択肢あると思うのでその選択肢の中から早くやった方がいいもの時間制限のあるものから順番にやっていくっていうのが私のおすすめ方法ですねそれがお仕事でもそうだしまあ、例えばお子さんを何人作りたいとかそういうなんか気持ちがあるんだったらそれにもある程度年齢制限があると思うし自分の夢に向かって何かを始めたいとかでも夢を叶えるためには実は応募資格 とか、ね、年齢があったりとかすることとかも多いのでそういう系だったらまあそっち系を先にやってから考えようでもいいかもしれないしどうしようどうしようって迷ってる時間の方がもったいないから一か八か八で,で,、ね、でも私もめちゃくちゃそれは自分で思うことあるから「ちょっと私今回の人生大丈夫かな合ってるかなこれで」って思うことあるから結構人類共通の感情だと思うのでどの選択を選んだとしてもこの。 選択だってたのかなと思う。瞬間は全人類になると思うから、まあまあそんな重く考えずいくっていうのもすごい大事かもしれないです。 独身の時は夫婦や子持ちに憧れて、結婚した今独身で生き生きした人に憧れてる。これもまさにです。さっき話してた逆転の発想ですね。だから逆にこの方にもそっくりさんお返ししたいのが独身の立場からすると夫婦とかお子さんがいる家庭にすごく憧れてるからお互い様ですねっていう微笑ましい感じで終わってみるなどうですか。もう素敵じゃないですか。私の憧れはあなたですよ。であなたの憧れが私って言ってくれるんだったらすごい嬉しいし。 あんま深く考えすぎなくていいと思う。人間って悩むのねだりだね。これあるあるの悩みだよね。で終わっちゃっていいと思います。結局幸せってどっちなんだろうとか、考え出すと正解はないのでうん、そこを深く考える必要はないのかなと、個人的には思います。痩せたいけど食べてしまう。おじいちゃんに、うまらちゃん、ちょっと超えたって言われてメンタルやられた。おじいちゃんとかおばあちゃんはもうコンプラとか、今の時代そういうの言っちゃいけないとか、そういうルールが適用しないからもう正直なのよ。なんか傷つくのよ。 本当のこと言わわれたって気持ちになるよねかりますでも,もうそれはもう許してあげてもうおじいちゃんおばあちゃんだからそれはもう私もねまだおばあちゃんが生きてた頃に大学生になってみんなが化粧を始めたから私もなんか笑われないように化粧しなくちゃと思って頑張って化粧したんだけどそれでおばあちゃんに会ったら「子供が大人ぶって化粧して笑われるわ!」みたいなえっ なんか私笑われないように頑張ってお化粧したのになんか笑われるわみたいな,なんか怒られたと思ってなんかおばあちゃんって正直だなってすごい思った記憶があります。に頑張りましょう えー、彼氏いないな歴イコール年齢の25歳です結婚して子供も欲しいけど行動力も全くなく将来が不安ですこれ私もね似た感じかも漠然と結婚への憧れも子供への憧れも家庭への憧れもあるけどじゃあ現実的に何行動してるのって言われたらしてないんだよね。でこの間の動画で言ったと思うけど結局じゃあんでできないんだろうと思ったらやっぱりなんかどこかで自分の自己肯定感の低さとかがあって。 恋愛を遠ざけてるとか傷つかないように自衛であえてそうしてるのかなっていう風に自分はちょっと自己分析を行いだしたのでもしかしたらこの方もそうかもしれないから行動力が全くないってことはどこかに行動を起こせない原因があるってことかもしれないのでそこをまず取っ払うと出会いの場に積極的に行けるようになったりとか行動を起こせるようになるんじゃないかなって思うので根本にある。 なぜ行動力がなくて将来が不安なのかっていうことを一回自分で考えて自分の中で腑に落ちるところまで落とし込んでみるとじゃあ次に何すべきかっていうのが見えてくるかもしれませんね。えー、7人グループなのですが奇数が苦手です今度 USJ に行くのですがどうしたら楽しめますか テーマパークって大体乗り物とかが偶数だからさ、奇数だと誰か一人か乗り物一人で乗らなくちゃいけなくなっちゃうみたいなのがあると思うんですけれども、私も大学生の頃とか奇数でテーマパークに行った経験があるのってその時にすごい良かったなーって思ったのは、もう全部の乗り物で乗り物乗る前に男気じゃんけんとかマンチュラじゃんけんとかゲームをするとか決めて、それで負けた人が一人でアトラクションに乗るっていう風にする。 そしたら、もう待ち時間とかもそのゲームとかで盛り上がって楽しいし、7人でしれっと言って、流れのまま乗り物乗っちゃったらなんか、あれなんか私ずっと一人の乗り物だとか、あれあの子ばっかり一人で乗り物乗ってるみたいな状況が生まれちゃうので、だったらまあその同じ人ばっかりが一人で乗ることになったとしても、ゲームにしちゃった方が一番公平ですよね。じゃんけん大会でもいいし、阿弥陀大会でもいいし、ルーレットで決めるとかでもいいし、なんかそれを一つのゲーム化とか企画化とかしちゃったら、逆に奇数、 なことによって一つ楽しめる要素が増える風になるので逆にポジティブにテーマパークで楽しめるのではないかと思われます私は社会人彼は学生ですお互い学生だった時はあんなに楽しかったのに今全然楽しめない、えー いいや悲しいけどあるよねこれはねしょうがないともやっぱ環境が変わると価値観が変わるから学生の時の価値観で彼のこと好きだった自分っていうのは間違いなく本当にそうだったと思うんだけど今その社会人になって仕事をしている中で多分この1年とかですっ いんんなものを見ててたくさん吸収して自分の中の取り巻く環境が変わって価値観も変わったと思うんですよ。っていう中で、あれ今全然楽しくないなって思うのは、お付き合いしてる彼には申し訳ないけど、ご自身が成長したし、大人の価値観になったから、学生の彼といることがもしかしたら楽しくないって感じちゃうのかもしれないので、なんかその気持ちは、いや自分最低だなとか思わなくてよくて、ある種当然というか、まあ、環境が変わったし、立場も変わったし、そら価値観も変わっちゃうよねっていうので、まあ、もしこれでも楽しくない、 一緒にいて全然良くないっていう気持ちが強くなるんだったら今言ったことそのまましっかりと言語化して話してお別れするっていう選択肢を取ったとしても悪いことしたなぁみたいな風に思わなくていいんじゃないかなと個人的には思いますまだ若いし社会人だし学生だしどんな選択を取ったとしても,もう選び放題の時代なので自分が後悔しない方を選んでくださいお腹空すいたら機嫌悪くなっちゃう癖治らなくて困ってる自覚あるから周りのみんなにも申し訳ないわかる私もめっ めっちゃそうなんです。もうほんと赤ちゃんかよと思うんですけど、自分で。イライラしちゃうんですよね、すごく。そうなの。なんか、うまくね。これそうなんだよね。わかる。めっちゃわかる。もう周りから私はめっちゃ友達とかに、何歳なんって言われるんですけど、その <laughs>、30歳でしょみたいな。 お腹いたんらい我慢しなよって言われるんですけど自分では我慢してるつもりなんだけど、なんかお腹空いたら分かりやすく元気がなくなったりとか、早く店決めようみたいな雰囲気を醸し出す傾向にあるらしい私は。でもそれ言われてから、私そうなっちゃうんだっていうのを自分で気づいたので、結構最近あらかじめ、私結構お腹空いたらピリピリする感じになっちゃうらしいから、ごめんねって先に謝っとくとか、まだ自分で対策して、できるだけ飴ちゃんとか、ちっちゃいクッキーとか、つめるものを自分で持って自分でコントロールするとか。いやまあでも 一番は最初に私なんかめっちゃお腹空すいたら自分でもコントロールできないくらいなんかうわーってなる時があるのみたいな感じで言っとくのが一番理解を得やすいかなと思うもうなんならそのお腹空すいた時に元気なくなったりとかしてたら友達からいじってもらうぐらいに「今出てるよ」みたいな「そのお腹空すいた時の言ってたやつ出てるよ」っていじってもらえるぐらいになった方が楽なんじゃないかなと個人的に思います私も言った方が楽になったので4月から保育園預け始めたけど先生にもう少し早めにお迎え来てあげてくださいと言われます 通勤に時間がかかり限界の時間なのでめちゃくちゃ読みました、ね、これはさ私もまだ子育て経験もないし保育園のこともわからないしこの方の気持ちを100%理解はできないから頑張ってるのに辛いですよねっていう気持ちが全面的にすごい出るんですけれどもせめてものすごい私は共感としてあげたいのが多分この方も限界までで頑張ってるじゃないですか多分もうこれ以上無理もうめちゃくちゃ頑張ってるって状態の時にもっと早くお迎え来てください もちろんそれが悪意がないことだったとしても聞こよ方としてはさあなたダメですよもっと頑張ってくださいっていう風なことじゃん受け取り手としてねそういう風に受け取っちゃうからあ,あダメなんだみたいな自分ダメだみたいな感じになっちゃうこの方の気持ちはすっごい分かるからねえ辛いねでも誰も悪くないというかこれもう辛いよ もうちょっとおむ少し早めにお迎え来てあげてくださいとは言われているけれどもその時間には間に合っているわけじゃないですかおそらく。なので 本当にここが限界の時間なんですっていうことを保育園側に事前にお伝えして申し訳ございませんっていうことを言った上で事情を渡ってもらうしかないのかなと思いつつも私はその保育園にこう通わすという経験がないので保育園という場所がどんなものかもしれないのでちょっとこれに関してはコメント欄とかでもこういうふうに言ったら先生との関係値も良くなりますよとか皆様ご教示くださいよろしくお願いします まあこんな感じで結構同年代の方が見てるチャンネルだとどんどんね私が分からないことの相談とかも増えてくるのでなんかそっち系は皆さんコメントとかで教えていただけると嬉しいですし前回もそうしたんですけれどもこのコメントのコメントは自分の悩んでることとかしんどいと思ってることとか何でも吐き出すの OK っていうコメント欄にしようと思ってるので今しんどいことがあるよとか誤月病だよっていう方がいらっしゃったらどんどんその自分の悩みとかも自由にコメントしてもらって OK ですでそれを見る側のルールとしてはその方に 対ししててかれとと思ったとしてもこれ以上追い打ちをかけるようななことは言わないもう全然そのただの慰め合いとか傷の舐め合いって言われたって全然いいからお互い辛いですよね頑張りましょうみたいなね頑張りましょうお互い頑っいですよねわかりますみたいな全然コメント欄はそれでいいんです否定的な意見をするとか上からアドバイスするとかは NG でお願いしますお互いコメント欄でしんどいねそうだよねって共感だけをするコメント欄でお願いできると幸いです 冒頭でも言いましたけど、本当にこの時期、9月、5月っていうのは、毎年本当に皆さん元気をなくされる時期で、これはもう10年間活動していく上で、毎年本当に変わらず、ずっとそうなので、みんなそうなんだなと思ってもらって大丈夫です。だからなんで私だけこんなしんどい思いするのとか、なんか私こんな気持ちになってて私おかしいのかなとか、そんな自分が嫌になるとか、ストレスを自分側に向けないようにしてもらえると嬉しいなっていうのが。 個人的な願いです。やっぱりそれで自分が自分が自分が悪いとか自分ばっかりっていう風に向けちゃうと追い込まれて追い込まれて最終的にこの世を終えたいとか自分を傷つけるとかそういう風にいっちゃうような方が多いなっていう風に毎年思うのでみんなそうなんだなって外に 向けなんとかこう上手に上手に寝がしてもらえたら私としてもすごく嬉しいですしお互いさっきも言ったけどもう全然慰め合いとかその傷のなめ合いとか呼ばれていいと思うのでコメント欄とかでこう支え合いながらもうちょっとダラダラ日々を過ごしてみるっていうのはどうでしょうか全然ぐっち言いながらでいいと思うしただダラダラ時が過ぎるのを待つだけでも大丈夫なので行動的に何かプラスアルファで素敵なことしなきゃとか考えなくていいから本当によくある言葉だしけど皆さん生きてるだけで偉いので。 そんな風に楽しく、まあ、た、ん、なんか、た、ただ過ごしましょう。あんまりも考えずに。いや、もう毎年来ましたね。今年もなんかその、みんなが、ちょっとマイナスな時期になっちゃう時期が来ましたね。今年も、みたいな気持ちで。迎え入れてあげましょう。5月病という名の天敵を。私もね、同じに5月病にちょっとなってるなって自分で思うので、お互い本当に頑張ろう。以上です。ありがとうございました。ペこ。